皆さんこんにちは、こんばんは。ということで今回なんですが、ファイナルファンタジー7リバースがですね、この動画が出てから3時間後ぐらいに、ダウンロード版は遊べると思うんですが、ちょっとですね、先にですね、先行のダウンロード来てます。前作から容量が2倍ということで、この動画見てですね、まだダウンロードしてないよっていう方はですね、先にとにかくですね、ダウンロードした方がいいのかななんて思っております。ということでですね、本題なんですが、ファミ通のレビューが高評価ということでちょっと紹介していくんですが、やり込み時間がですね、当初から言われてた通り100時間ぐらいあるんじゃないのかなと話してですね、なんと予約数がファイナルファンタジー16ですか、去年の6月に、発売された、ファイナルファンタジーのですね、ナンバリング最新作なんですが、超えてるような気がするんですよ。ということでですね、そちらの方もちょっといろいろ語っていきたいなと思います。それではですね、早速やっていきたいなと思います。ということでですね、この動画今撮ってる最中もう一回ね、ちょっと確認してきたんですが、ちょっと予約数なんだろう、倍増してるような気がするんですよね。ということで、まあそれは後で言うんですが、メインとなりますね、ファイミツーのレビューなんですが、こんな感じになっておりますということで、ちょっとね、見せるんですが、こちらですね、10点10点10点8点だったということで、で今回ですね、世界の冒険を十分に味わえるということで、オープンフィールド的なね、ファイナルファンタジー7をプレイしたいという方の夢を叶えてくれるということで、ストーリークリアにはですね、40時間でやり込むとですね、100時間以上をということなので、まあ10点はなんとなくね、つくんじゃないのかなって皆さん思っていたんですが、8点の方もいるということで、ここに8点があるのがなんかちょっとリアリティあっていいのかなって思いますが、まあこんな感じなのかなって思いますが、皆さん的にはどう思いますか。はい、ファミ通のレビューなんですが、参考にできるかどうかというと、僕はですね、今回に限ったら参考になるんじゃないのかなと思ってます。なんてかというと、体験版やってめちゃめちゃ面白かったんですよ。はい、素晴らしかったんですよ。プレステ5買ってよかったなって思えるぐらい僕はね思ったので、まあこれは多分そうかなと思うんですが、まあね、まあこれはですね、僕も動画撮ってですね、レビュー出していくと思うので、まだまだですね迷ってるとか、これのためにプレステ5か買うのどうだろうって思ってる方はですね、ちょっと僕のレビュー待っていただければ嬉しいかなと思います。ということでですね、ここからなんですが、ファミ通のレビューに対するネットの反応ちょっと見ていきましょう。ということで、こちらご覧ください。ドドンということで、ファミ通40点満点じゃないのかということで、そうですね、忖度だなんだかんだ言われますが、今回40点満点じゃなかったということで、そこにねリアリティをあって僕は良かったのかななんて思うんですが、ちなみにリメイクは39点、悪くないんですか。リメイクの方が39点なのか。でもね、2000年じゃないですか、あれ出たの。なのであそこから、まあ、いろんなゲームが出たわけじゃないですか。で、あの時点では多分リメイクが、まあ7がまあね 3D あれだけのグラフィックで遊べるということで、ちょっとね加点されたのかもしれませんが、今回は38点ですかということになってるんですね。で、8点つけたレビュアーの10点のゲームが知りたいということで、本当ですよね。メタスコア92点を信じろということで、ここからメタスコアが上がる、いや下がる可能性があるんですが、オクトパストラベラーってゲームね、珍しく上がったんですよ。最後2点ぐらい上がったんですね。あの、買えば買うほど、時間が過ぎれば過ぎるほど上がっていったので、まあそういう可能性もあるかなと。ドラケモンスターズ評価してたようなということで、皮肉かもしれません。面白かったですよこれは。僕10時間やりました。あ、100時間、いや短いな、100時間ぐらいやったような気がします。モンスターズ3、多分 DLC 早く来てください、スケニーさん、お願いします。まだリメイクに手を出してなかったからツインパック買っちゃったということでいいと思います。はい、ただこのツインパックよりもね、多分あれですか、プレセプラスですか、入ればですね、月が1300円で入れば、ですね、リメイクとユフィーのやつもできますので、はい、皆さんこれをまだ買ってない、買おうって迷ってる方はですね、プレステ5買ってプレステ、プラス、入ってリメイクとユフィーのやつ多分無料でできるんで、今多分できると思いますけど、できるんでそれの方がお得かなと思います。はい、大丈夫ファミ通のレビューだよということでクエスチョンマークですが、大丈夫だじゃと思いますということでということでですね、ここからなんですが、予約数が倍増です。びっくりしました。はい、で前回の時僕なん言った時よりも倍増してるものがあったんですよね。Amazon の今回ね、ダウンロード版は見れないんですよ、Amazon は。ただね、
3日ぐらいで多分全世界さ、100万本突破しましたって多分、スクエニがアナウンスすると思います。最近そういう流れ多いので予約数がですね増加しました。ちょっとびっくりしました。先ほど見たんですが、ファイナルファンタジー16を超えるのかということでですね、よくね、予約とか売上の動画出すとですね、なんで気にするんですかって結構言われることがあるんですよ。はい、メーカーじゃないのにって言われるんですが、やっぱねスクエニさんゲーム売れてくれないとですね、他のゲームがね出てこない、予算回らないでしょ、縮小されちゃうとですね、皆さんの好きなドラケンの作品と、あ、ドラケンばっかなんですけど、ドラケンの作品とかね、他の作品あるじゃないですか。いずれはですね、スクエニさん儲かってもらってゲームめちゃめちゃ売れて、クロノトリガー HD2D とか出てほしいわけですよ。なのでですね、今作ちょっと頑張って売るってね、売れないと困るということで、今回ね、多分売れなくても、多分僕の予想だと、予想じゃない、絶対的に3部作なんで、作ると思うんですよ。なんだけど、あまりに売り上げが頑張しくないと、こういうね、試みね、過去の対策とかリメイクないと思うので、ね、ぜひね、頑張ってほしいということで、こういう動画出しているんですが、まずはですね、前作の、前作じゃないわ、ファイナルファンタジー16ですか、売り上げどんなもんだったのかちょっとご紹介します。これ、なんでご紹介するかというと、なんか300万本ぐらいいって、開発機がアッペーされたらしいんですよ。ね。元取れたらしいので、今回も、どれぐらいかかるのか分かんないんだけど、300万も売れてくれればまあ赤字にはならないのっていうことなので、ちょっとこちら見てください。ですね、6月の29日のお話なんですが、ファイナルファンタジー16が全世界累計が300万も突破ということで、ただですね、ここから400万もいったって声はないんですよ。なのでちょっと分からないんですけど、でパッケージ版なんですが、国内で多分 100万もいってないんですよ、まだ。はい、ダウンロード版も入れて、これね、パッケージ版なんですね、ファミツって33万なんですけども、全部合わせても多分80万いってないんじゃないですか。全世界で今300、400届いてないんで、海外の方ね多分売れてるみたいなんですが、今回これに続くことができるのか、そして超えることができるのかという話なんですよ。ということで、こちら見てください。 Amazon の売れ筋ランキングなんですが、こちら見てください。もちろん1位ですね。前回もありました。1位でここに来ました。はい。ファイナルファンタジーなんですが、2個あります。で、まず、こちら上見てください。ということで、こちら見ていきましょう。ということで、見てください。3万点おめでとうございます。素晴らしい。この間見たときは2万点だったんですよ。で、この3万点って何かっていうと、これですね、1万点で10万ぐらいじゃないかって言われてるんですよ。なんだっけな、マリオメーカー、マリオ RPG とか桃鉄の新作とか、ドラケモンスターズ3も3万点だったんですよ。それが30万ちょっと超えたぐらいだったんですね、パッケージ版が。そうだったんですよ。なのでこの3万いったところ30万確定かなってことなんですね。でさっきのファイナルファンタジー16がパッケージ33万だったんですよね。なので、まあギリギリかなと思うんですが、こちらちょっと見てください。 Amazon にはですね、もう1個あるんですよ。こちらなんか限定版だっけ、これ限定版なんですが、なんかついてるんですね。防具ミッドガルバングルとかついてるんですが、来ました、9000点おめでとうございます。来た。この間これね4000ぐらいだったんですよ。だから倍増してるんですよ、これ。また、あ、やっぱこっちの方がいいねと思ったんでしょう、皆さん。ということで9000ということで、素晴らしくないですか。今日の夜に一番いいかもしれませんが、これの時点で39万点、40万ぐらいは見えてきたのかなということで、16超えるということで、もしかして16と同じような開発費だった場合、ちょっと分かんないんですけども、これでどうにかですね元取れれば嬉しいかなと。すくに頑張れということで、どうなんでしょうかと思いますが、皆さんどうですか。皆さんね、買ってるかどうかちょっとぜひコメントで教えてほしいんですよ。でね、悩んでる方がいらっしゃいましたら、僕がですねレビュー動画出していきますので、はい、僕これのために買ったんで、はい。皆さん、これやりたいゲームもそうなんですが、ちょっと皆さんにレビュー動画出したくてですね、買ったのぜひね、そちらのレビュー動画見てほしいと思いますが、ということでですね、さあ、今回なんですが、ですね、ファミツのレビューも、まあ、高得点はまあ、分かりきってたかなと。で、やり込み要素結構ね、気になってたと思うんですが、やっぱり、ストーリーだと40時間、元から言ってる40時間、やり込みが100時間ぐらいあると言われているので、まあ、3月ね、これ10万遊べるのかなと思います。ということで、予約数がですね、この間見たよりも、なんと、こちら限定版ですか、ね、倍増ということで、ファイナルファンタジー16、多分超えるんじゃないのかなというお話でした。ということでですね、冒頭で言った通り、この動画出てからですね、もう、
先行のダウンロード始まってますので、スタートダッシュねしたい方はですね、この動画見たら先にですね、先行ダウンロードね12時前にしていただけたら嬉しいなと思います。ということで今回この辺でおります。よろしくチャンネル登録、声がなどもよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。